然ですが、皆さんはどんなゴリラが好きですか？私は包容力のあるゴリラが好きです。はい、ということで今回はこちらのホラーゲームともバカゲーとも言い難いゲームゴリラのレクイエム 3D をプレイさせていただきたいと思います。その森には全ての病気を治してしまう奇跡のキノコが存在する。見習い忍者の半蔵は流行り病に侵された里の皆を助けるために単身森へと向かう。そこが危険な場所とは知らずにというストーリーとなっております。それでは早速スタートです。早速第一村人ならぬ第一キノコを発見しました。どうやら右下の残り時間内まで生き残ることができればゲームクリアのようです。キノコをどれだけ入手できたかによってクリア後の評価が変わってくるらしいので、できるだけ多くのキノコをゲットしたいです。とか話している間に早速ゴリラが現れました。すごいインパクトだ。めっちゃ来とるやんけ。やばい、囲まれた。いやー、予想以上にゴリラたちの移動速度が速いぞ。なんやねんこのゴリラ、煽ってきとる。さあ、今回は忍者のジャンプ力を活かして敵をかわしていきたいところです。なんで電車が逆さになっているのでしょうか。ゴリラの仕業かな。出たな、シャイニングゴリラ。近い近い近い。また、逆さまになっとる。ここは、猿の惑星か何か？結構やばいですぞこれ。どこにいたんだ。地味な難しさが癖になります。ゴリラ愛好家の方にはぜひ一度プレイしていただきたい作品ですね。来たな。危ない。岩の裏に何かいますね。何踊ってんねんこのウサギたち。どこかで見たことあるぞ。バックスバニーかな。すげえゴリラの数だ。油断も隙もあやしねえ。なかなかキノコが集まりませんね。今家の中にもゴリラがいた気がしたぞ。どうなってるんだここ。ゴリラの色が黒なので背景と相まってわかりづらい。突然現れてこられるとおしっこが漏れてしまいます。実際すでに 500ml ほど漏らしてしまいました。どう落とし前つけてくれるんだこのゴリラども。残り時間が少なくなるにつれゴリラも増えてきました。そろそろヤバそう。超巨大なゴリラも接近してきてる。キングコングかな。危ない、結構近いぞ。地味にゴリラがイケメンで、腹立つわ。キノコ集めるどころの話じゃないよこれ。残り30秒を切りました。果たして生き残れるのか。ゴリラのバーゲンセールかな？
でした。ええ、死に物狂いでゴリラから逃げたのにこれで終わりなのか。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。このゴリラたちが気になって夜も眠れないという方は動画下概要欄リンクよりぜひプレイしてみてください。